するか。自分が触れたり汚したものは絶対私にも夫にも触れさせず、全て自分で洗い磨き上げ、そのくせ自分は髪も洗わず風呂にも入らず、あの女、なぜマナミなの？なぜあの子は死ななきゃならなかったの？何を言い出すんです！まるで自分の娘が死んだのが直樹のせいみたいに。この子はただ悪い友達に騙されて手伝いをさせられただけなのに。かわいそうに。直樹、お前全然反省してねえだろ。クラス全員に送られたこのメールの差出人はやはり不明で、みんなで直樹に励ましの言葉を送らないか。ですから話ができませんか。先生、ウェルデルだ。こんなこと続けても直くんは絶対学校に来ないと思うし、それで逆に直くんを追い詰める。いいぜよ、今が正念場なんだ。これを乗り越えれば光が見える。どうして？いい子だった直樹が毎週あいつらが来るたびこんなにも怯えて、あのバカ教師、調子いいことばかり言って何の役にも立たない。